どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。電車で GO プロフェッショナル2、前回は、とりあえず湘南新宿ラインを運転してみました。まあ結果的にはちょっと点数は良くなかったと。今回も運転モードやっていきたいと思います。どうしようかね。湘南新宿ラインの中でもね、いろいろあるんですよ。北行き南行きと、まあ南行きだったらきっと、ただからさっきは横浜から大宮向き、今度は逆なんでしょうね。ちょっと見てみようか、南向きはどうなんだっていう。うわ、難易度4とかあんの？大宮から横浜。へぇ。どうしよっかな。難易度5とか、もう。4、5とか無理でしょう。とりあえずね、別の線もやってみようかな。せっかくなんで。っていう感じで。鶴見線ちょっと今回行ってみましょうか。上り方面、下り、上りで行こうかな。上りで、難易度高っけ。まずは最初にちょっと優しいやつ。これだね。これは、まあ、とりあえずやってみよう。はい。海芝浦、海芝浦。鶴見線俺乗ったことないんだよね、当然。で、鶴見。まあ、とりあえずこれ行きましょうか。よ、6つ ?1、2、3、4、5、6、7。7箇所だ。頑張りましょう。各駅停車かな、きっと。鶴見ライン。鶴見線ですね。列車普通。はい。いや、でもなんとなくね、前回のやり感じで、雰囲気は分かったんで、まあちょっとリベンジしていきたいですね。行き先は鶴見。停車駅はいくつ？各駅停車。やっぱそうだね。ってことは7箇所止まらなきゃいけないと。頑張ろう。緊張する。夜だ、しかも。これが鶴見線か。どこのやつなんだろう、鶴見線って。ちなみに。それも知らないからね、俺。最初これな。はい。103系。国鉄時代からの通勤電車の標準車両として300両以上も製造された。1963年に登場して以来、初期の中心に活躍を続けているが、世代交代で数は減ってきている。あ、そうなんだ。へえ。さあ行きましょう。弁天橋。へえ。あー、近いな。はじめ天。はい。出発進行。海芝浦。あ、もうでも近いわ、停車位置も。あ、ごめんなさい。なんだ今の。なんか言われた。あ、でもすぐ近くだぞ、ゴール。もう、あんまスピード出すぎないでしょ。いきなりもう停止位置来てるもんな、だって。あ、よく見たらなんかこれ、違うね、なんかこう、音が。なんかこっちの方がなんかガチャンと音が大きい。次は新芝浦です。新芝浦です。進行。50キロ、60キロぐらい出しちゃっていいんじゃないかな、もうちょっと。あ、やばい、遅れるかもしれん、これ。あ、でも、早くすぎると怖いな。場内進行。新芝浦。うー、緊張する。55。あ、そんな出さない。あ、じゃあ、カンニング。あ、遅れてる。あ、遅れてないわ。よかった。早いんだ、ちょっと。あ、びっくりした、びっくりした。俺、分数を読み間違えてた。あ、いいか、ちょっと、相通ぐらいか。あ、まずい。あ、非常制度しちゃった。まずい。あ、いいかも。あ、よし、結果オーライ。新芝浦、停車39秒、ちょっと結果オーライ。うん。はい。39秒装着。早すぎたんだな。ちょくちょくなんかお客さんのなんかリアクションかなんか出てたけど。まあいいや。いいんじゃん？あー、非常制度。確かになんか非常って出ちゃ、やっちゃったもんな。ダメなんだ。了解。あんまりそれ使わないように。さあ次行きましょう。浅野かな次は。速度制限55。了解。はじめ天、出発進行。新芝浦、発車。進行。制限55。制限55。はい。これからだ。だから、こっから55キロ。あ、やっぱ各駅停車だから近いね。すぐだ。到着。緊張する。あ、やばい。出すぎてるかもしんない。ちょっとスピード。これぐらい。50キロ。多分到着もね、50キロぐらいでちょうどいいと思うんだよね。進行。怖い怖い。停止位置。さあ、そろそろちょっと、減速も考えなきゃいけないな。制限解除伝って、多分これ以上早くする気はないからな。場内進行。さあ、ちょっとまずいぞ。ちょっとブレーキ遅れたか。制限解除。ちょっとなんか俺、マークが見えなかったから。起こしちゃったかな、お客。
急にブレーキしたからきっと。おー急に見えた。あこれ難しいわ、これ急に見えると。なんていうか、どのタイミングでブレーキすればいいのかっていうのがまだわからないんで、アイブレーキかけまーす。ご注意ください。あ急ブレーキしちゃった。ちょっと運転が荒くなったな。装着、結局早くついちゃって1秒減。あーどうなんだろう、一応まあ合格ラインなのかな。どうだ、もうちょいか。まあ一応非常制度は今回なしと。1秒だけ減点。まあゆっくり行こう、焦らず。各駅停車だから本当に距離はないんだな。弁天橋、あーやっぱそうだ、454m、すぐ近くだ。はじめ天出発進行、朝の発車。次は弁天橋、弁天橋でございます。違ったら申し訳ございません。速度制限はないな。ただそんなスピード出しても良くねえな。そんなスピードで50キロぐらい、本当にこれぐらいだろ。48、いやもうちょっと出していい、多分これぐらい。はいはい、52。ああもうちょっと待った、あら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 、ブレーキ遅れたか、大丈夫か。弁天橋停車。はい減速します。23キロ。てやんでーって、なんかお客さんのあんまの乗り心地は良くなかったのかな。まあ、もともとなんかその飲酒してるやつなんて鼻からね、そのあやばい、ちょっとブレーキ遅れた。いかん。あちょうどいいかも。弁天橋、あーちょっと早かったか。21秒装着、21秒装着。多分だから、もう酔っ払ってるやつなんで、もともと千鳥足なんだから、それはもうしょうがないでしょって言っちゃおしまいか。ちょっとあれだな、なんかもうちょっとぴったりくっつけたいな、緑のラインに。まあ、一応合格ラインなのかな、これはこれで。さあ、行っちゃいましょう、次。それはないか。イントネーション問題なんだから。さあ、行きましょう。こじめ天。おい、行きます。出発進行。発車。弁天橋発車。次は、鶴見斧でございます。間違ってる気がする。ん？合ってるな。鶴見斧で良さそうな感じ。斧なのか斧なのかって微妙なラインだよね。とりあえずね、なんかここは、なんか60キロぐらい出したらいけない気がするんだよね。だから50ちょいを維持できるだけ。ブレーキしすぎないようにも気をつけなきゃいけないですからね。第一閉塞。とりあえず停止位置まで残り 200m 切ったらちょっと警戒しよう。本当にだから地元、おっと、そろそろちょっと減速していこうかな。ゆっくり。来た。鶴見斧駅停車。鶴見斧なんだ。へぇ。ああ、ちょっとやばいか。おい、減速しまーす。お気をつけください。あ、いいかもしんない、これ。あ、ちょっと、早すぎた。ちょっと出して。はい、切る。はい、ゆっくりブレーキ。はい、ゆっくり。あー、ちょっと。あ、これで待ってみよう。はい。いいんじゃんくるみおの。オーケー、グッド、プラス5秒。やった、いいじゃん。うん。そう。お客さんにも迷惑をかけない。このゆっくりな停車ね。初めてぴったりついて、どう？どれぐらいぴったり？あー、なるほど。うん。やったぜ。ボーナス5ポイント。あ、これ嬉しいわ。初めてボーナス手に入れたから。うん。これがだから、ちゃんとした止まり方なんだろうね。その正確に、しっかり止めるみたいな。これなんだ、国道？国道？国道なんぽいな。はい、行きまーす。出発進行。次は国道でございます。あー、怖い。上り勾配。ちょっとスピード出しても大丈夫。国道でいいんだ、本当に。へぇ。これが40。もうちょっと出していいだろう。ちょっと早めだからな、今。あ、やばい。進行。わー、50キロ、これぐらい。気持ち。さあ、来るぞ。そろそろちょっと減速始めようか。40キロまで下げまーす。場内。もうちょっと下げまーす。30キロまで減速。
これぐらい28。さあそれでちょっと待とう。え、そんな今乗り心地悪かったか。そんなことないんじゃないかなと思うんだけど。さあ来た、さあ来たよ、さあ来たよ。ちょっとブレーキかけよう。はいはい、かけすぎ注意。ちょっと出そう。はい、出しすぎ。はい、ちょっと出して、はい、ブレーキかけまーす。はい、ブレーキかけて、あ、急ブレーキすいません。停車しまった。ちょっとブレーキ早かった。うん、難しい、この細かいなんかそのブレーキの感じが。すいません、急ブレーキの件は。まあでも、あー、意外とまだ余裕あるな。まあまあ、いやいや、さっきのね、ボーナスが効いてるから今。あー、緊張する。あー、もう。さあ次行きましょうか。お、もう最後か、鶴見。おー、終点まであと1本。あーし、最後頑張ろう。ん、ちょっと遠いぞ、今までと違って。 710m。 はじめ10。出発進行。発車。次は鶴見。違う違う、なんだっけ、終点の時はちょっと違うんだよね、言うのが。なんて言うんだっけ。毎度ご乗車ありがとうございます。あ、そう、次は終点鶴見です。鶴見です。55キロ。はい、制限55。これぐらいだろう、50キロ前前ぐらい。スピードにはちょっと正直余裕あるから、速さ的には。はい、第一計測進行進行。こんな夜中に鳴らすなよって話だよね。さあ制限解除が近づいてきたけど、もう制限解除もクソもないから。さあそれではブレーキかけていこうか。ゆっくりゆっくりブレーキかけて。場内注意、15キロ了解。制限解除。しまったー。 ETS 作動。なんだと。ATS? ATS ってあれじゃない、なんかあの事故防止の。停車していますが何かありましたか。あ、すいません、俺が止めちゃったんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。そうかそうかそうか、ゲームオーバーじゃねえのか。ごめん。いや、ATS 作動したからちょっと俺びっくりしちゃったんだよ。すいません、すいません。ATS 作動させちゃった。あの、事故を防止させるためのなんか非常停止装置みたいなやつだよね。ごめんなさい。あ、しかも、そっかそっか、俺てっきりなんかゲームオーバーみたいだな。やばいかも。急ブレーキごめんなさい。最後いろいろごめんなさい。もう安全運転もクソもないよ。ひどかった。でもなんだろうな、こうさっきのなんかよりは簡単だった。あ、早すぎたな。まあ、一応合格と。いやー、非常制動すいませんでした。いろいろとATS なんて作動させちゃって。あー、そっか、終点、そっか、最後の最後だったらやっぱ気をつけなきゃいけないんだな、その運転というか。あの、もう終点なんでその先がないから、もうスピード出しすぎちゃいけないんだね。なるほどなるほど、いい勉強になった。いや怖いな、しかしこういうのって本当に。あ、 ATS 作動でジリリってなった時は焦っちゃったし、それで俺精一杯ブレーキかけてそのままにしちゃって、で子供がママなんで止まってるのなんて言い出し始めちゃってもうね。すいませんでした。そうかそうか、長時間停止してるとそれはそれで5秒下がっちゃうんだな。これまた俺点数低い気がすんぞ。でもさっき、でも前回のね、あの、まあ一回もゲームオーバーになってないから、そこはね前回の18点よりが高いとね信じたいんですけど、どうなんでしょうか。うわー、このなんかちょっとなんとも言えない懐かしさがありますね。おい、何あれ、ベイブリッジ違うか、なんだあれは。ちょっと分かんなかったら分かんないんで、あの俺ね方向音痴だし、いろいろとちょっとねまだ知識不足感があるから間違うことも多々あるんでね、そこはちょっとあのコメントなりなんなりで訂正していただければありがたいななんて思ってます。結構パワープロの動画にね僕の場合はね集中しやすいんで、視聴者がこういうねなんかパワープロ以外の動画のコメントは特によく見たりしますね。ちゃんと見てくれてるんだなみたいな感じがあるんで。さあどうだ、ダイヤはかなり正確だよ、やったぜ。停止位置はパーいいじゃん。ブレーキ悪い。ああ、信号標識、安全性。あ、いいんじゃん今回。64点。かなり良かったじゃないですか。前回の3倍ちょいか。うん、3倍プラス10ぐらい。やったぜ。はい、というわけでクリアすることができました。よかった。よっしゃ、じゃあね。どんどんこれ難易度上げていこうか。とりあえず難易度1のやつをね、できるだけ多くやっていきたいと思います。最初は。で、慣れてって、難易度2、難易度3と、どんどん上げていければな、なんて
感じですね。というわけで、鶴見線、やってまいりました。次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね、電車でゴープロフェッショナル2。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。